はいどうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。クソリッキー製造工場へようこそ。工場長のリュウです。さあ本日なんですが、皆さんにね、次世代のクソモンスターをねちょっとご紹介していこうかなと思いまして、まあね、最近ね、カタパルトタートルとかアルティメトルビシバルキンとか、まあその先行ワンキルで使われているモンスターがどんどん規制されているわけですよ。で、次世代を担う、モンスター、まあ、主に、2種類いると、言われてまして、まあ、1種類目は以前ねご紹介させていただいたこのダークダイボンバーっていうモンスターなんですけど、もう1匹ねヤバいやつがいて、これね重爆撃金ボムフェネックスっていうモンスターなんですよ。これが、まあネクストジェネレーションもう次世代の次の時代の、まあ、ゴビモンスターです。で、機械族モンスタープラス炎族モンスターで作れる融合モンスターで、一旦に一度自分のメインフェーズで発動できるよっていう効果で、で、この子が発動すると自分はこのカードを攻撃できないっていう効果あるんですけど、フィールドのカードの数かける300ポイントのダメージを相手に与えるよっていうカードなんですね。で、これよく見てもらったら分かるんですけど、まあ、ダメージ自体はそんなにやばい、大したことないんですよね。最大、まあ、相手の盤面にカードがあればすごいダメージ叩き出せるはするんですけど、これ一撃でワンキルするのは基本的には不可能となってまして、で、このモンスター1ターンに1度とは書いてあるんですけど、このカード名の効果は1ターンに1度ではないので、名称指定のターン1ではないんですね。つまりボンフェネックスは制限カードに指定されてはいますが、例えば1回リンクスワーにして蘇生したりとか、まあ、出し直したりすれば、まあ、別カードとして扱われますんで、1ターンに1度リミットカードということを無視して、このカードの効果を3回4回使っていけるっていうコンボがあるんですね。はい、まあ、ネクストジェネレーションコンボはそれです。で、今日持ってきたのは、まあ、割と有名ではあるんですけど、まあ、スネークアイギミックにボムフェネックスを入れる、炎王スネークアイ型ボムフェネデッキ。これ何がやばいかっていうと、メインデッキ見てもらったら分かるんですけど、もうゴミがほとんどっていうかゼロ枚なんですよ。まあ、基本的にはスネークアイ炎王デッキのまんまでいけるんですね、メインデッキで。エクストラデッキにボムフェネックスとこのプロ騎士 F マジシャンっていうこの2枚を入れるだけで、なんと先行ワンキルができますそのギミックあまりに強くない。だから基本的に先行ワンキルってさ、メインデッキの中にゴミが入るから割と許されてるみたいなとこあると思うんですけど、これメインデッキほぼそのまんまで、エクストラデッキちょっとだけいじるだけでもういけるんですよ。これマジやばくて、ちょっとお見せしましょう。早速ね、デュエルスタンバイ。メインデッキの中にゴミ入んないワンキルって結構革命だと思うんですよね。あんまないと思うんですけど、あんまりね、やっぱメインデッキの中にゴミが入らないってなかなかなくて、まあ、エクストラデッキだけでね、済むんで、まあ、めちゃくちゃ現実的ではあるかなっていう、あ、ちょっと増殖する字は本当にやめてください。はい。これあれだよね、例えばさ、カタパルトタートルとかもさ、カタパルトタートルが入るわけじゃん、結局。なかなかね、エクストラだけで成立してるってのがあんまない気がするんだよね。なんか、革命ではある、非常に。ただ、そのコナミ君って基本的には、これどっから入ればいいんだろう。先行ワンキルをね、嫌う傾向にあるわけですよ、コナミ君。大体、カタパトタートルとかさ、ビジバルキムとかさ、あの辺のモンスターって大体禁止になってるじゃないですか、もうすでにね。あれ、結局その、ゲーム体験として先行ワンキルが成立してるのはあかんから、ダメだって話だと思うんだけど、まあ、先行ワンキルがあるから遊戯王面白いと思ってんだけど、俺は。だから、多分ね、ボブ・フェネックスね、いよいよね、これ怪しいですよ。ワンチャン結構怪しいんじゃないかなと思ってます、正直。はい、まあ、ちょっと誘発ケアとかはもうしなくても良さそうな感じかな。なんか反応さっきあった気がしたけど、うららかな、これ多分うららはありそうな気がするな。で、これ奥いう感じになりまして、であるならばここ打ったら打ってくれんじゃねえかな。どう、あ、裏だね。あ、オッケーオッケー、了解。これいけるかな、これ。なんかでも結構、ね、展開には寄ってるから、ハンド的にはなんかいけそうな気はしないでもないんだけど、これで、ボムフェネックスをで爆撃する時の条件、手札の条件なんだけど、基本的に機械と炎、まあ、要はスネークアイとレスケース、どっちにも触れるハンド。一番初動は多分、ね、ちょっと難しいと思うんだけど、このデッキだと。なんだけど、1枚初動では無理難しいけど、これ2枚に触れるようなハンド、割と結構いっぱいあるからね、ディアベルスターとか、まあ、エクセルとか、ワンフォーワンとか、いろいろあると思うんだけど、財宝があるとかでもいいし。それと、まあ、タービュランスですね、タービュランスとかにアクセスできるような、
ハンドだったら大体いけるはずだから、多分ね、これはね、ごめん、ちょっと俺が展開ミスったらやばいんだけど、それじゃなかったらいけると思う。これニビエとか飛んできたらまあまあやばいんだけどね、ちなみに。じゃあ、ウサキアしようみたいな話あるんだけど、まあ、なさそうですね。なさそうなんで、このままいきます。ワンフォーワン発動。で、ここで、こっちにアクセスして、で、タービランス持ってきて、リンクしてったら多分いけるから、ハイドランド効果増するじゃないですか。で、フランキー将軍持ってくるよね。OK。で、クソ適当に、リンクしまして、クソ適当リンクして、プロキシ F マジシャン出します。OK。で、レスキュースタービランスさんの効果発動する。自分の墓地から、機械族、レスキューエース、除外して、特殊召喚して、フランキー将軍爆弾。プロキシ F マジシャンの、効果はちなみにフィールド上のモンスターで融合するみたいな効果があるんだけど、まあ、それを使ってね、簡単に融合していく。プロキシ F マジシャンのなんか融合、リンク召喚条件、効果モンスターみたいなの、まあまあ割ってると思うけどね、これも。これ、タービランスが、そしてそのカードさ、4枚増やすからさ、これどっちでもいいか。これ4枚増やすからさ、ちなみにボムフェネックスってカードの枚数計算してバーンダメージ入るんですけど、これこんだけさ、フィールドのカードで埋まることあんまないんだよね他のデッキって。これさ、ボムフェネックスとかいうカード、あまりにもレスキューエースのために埋まれてきたみたいな性能してるような。はい、ここ行きまーす。はい、テロリスト爆誕しました、おはようございます。はい、テロ行為いきまーす。はい、まず1回目はい、1回目で2回目いきまーす。リンク3作りまして、よいよで、効果発動、蘇生。これちなみに名称して単位じゃないんです。単位じゃあるんですけど、名称して単位はありません。2回目ピュー、すごいフィールドを落とすんだこれ。3回目で、出し直しまして、ボンフェネックス、ちなみにこういうバンデッキで使われるから、名称をしてターン1がついてるらしいんですけど、で、リミットカードなんですよね。制限カードなんですよ。このカード。まあ、こういうことすれば、まあ、3回使えちゃうよねって。1個言っていいか。赤いやろ、赤いやないか、何のためにターン1がついているんだ、何のために制限カードにしたんだ、コナミ、コナミ対戦ありがとうございました。文句はコラミ言ってください。あー、まあまあまあ、ハンドは割といけそうではある、いけそうな雰囲気は感じる。スネークはエクセル召喚効果、なんかありますね。何ですかこれは。まあこれはポップルスですね。で、ポップルス効果、最近すべきゴミカード選手権、あー、増字か、オッケー。すびきゴミカード選手権をやろうと思ってさ、ツイッターで、なんかそのすびきゴミカードを皆さん教えてくださいっていうツイートしたらさ、ツイートっていうかポストか。したらさ、なんかありえない量のリプライ飛んできてさ、みんなすびきに困ってんだなって思いましたね。ポップレスもすびきちょっとだけ困るときあるからな。まあ、召喚すりゃいいんだけど。いや、ほんとみんな困ってんだなっていうのはめちゃくちゃ思いました。はい。で、リン、クリボーを爆弾させーの、で、大きいのさあ、増字ぐらいかあるの、お相手し、どうだ。さあ、ポップポップして、はい、ですね、オークからのポプルス特殊、ニビルもなさそうな気がするな。ちなみにニビルケアするときなんか、これでなんかあれだね、なんか確かオークから置くんだね、確かね。ジャガン神殿で。まあ、ちょっと今回ちょっとカード枚数が足んないんで、それやってる余裕はないんですけど、先行ワンキルしたいから。なんでかっていうと、先行ワンキルがしたい、俺は。俺は先行ワンキルがしたい。で、フランベルジュ効果起動して、ですね。まあ、これはこれでいいですね。で、置きますよと。これ、どんどん盤面にね、カード増やしていく必要があるわけですよ。結局、ボルンフェネックスっていう、まあ、史上最強のテロリストを出したいんですけど、テロ行為するにあたってさ、テロ行為をするに当たりまして、
まあカードの枚数が、そのフィールド上に存在するカードの枚数が重要になってくるわけですよ、このゲームっていうのは。はい、非常にね、というのはありまして、これあれだな、一旦なんかぐるぐるさせないと2枚たまんねえな。これ2枚調整するわな。はいはい、 OK、 準備は整った。でプリベンターの効果を起動して、君の運命の人は僕じゃない融合、プロキシー F マジシャンの効果、フィールドのモンスター、あとボブフェリックス、あのね、融合召喚条件で緩すぎるわ。うん、炎族プラスね、機械族がこれやってる、完全に。うん、これやってますこれやりすぎです。で、ハイドラントが帰ってきて、あとハイドラントを墓地に送れればいいから、なんかクソ適当に一回リンクに挟むか、クソ適当にリンクに挟んで、はい、でサンライトウルフからのタービランス、おいおいおい、さあ宇宙最強カード、4枚増やしモンスター爆弾うわ、1枚が5枚にバカだ、はいはい、はい、これサンライトウルフのリンク先にカード置かれたから、これ回収できる、もしかして。これそんなことない、どっちでもいいか、これこれこれリンク先に置かれたじゃん、カード回収できないの、これできないのか1回目バックゲッチ、で2回目は、トガ姫作ればいいから、サンライトウルフ使っちゃっていいか、サンライトウルフ使っちゃって、ボムフェネ、はいはい、で2回目、おい、よいしょ、バックゲッチ、3回目、これあまりにもこのルーバッキル簡単すぎないやってることやばいだろ、これやってることやばいって、これお手軽すぎるわ、これマジで。これ今のところさ、先行取ってハンド決まってる時、もうこれなんか4分の4ぐらいで成功してんだけどさ、これさすがに誘発3枚ぐらい飛んできたら止まりそうではあるけど、ただ3枚飛んできても結局なんかタービランスとかまではね、いけそうな気するんだよね、これハンド決まってればね。はい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 、3回目いきます。対戦ありがとうございました、バックゲッキ。これがネクストジェネレーションクソレッカーのおもちゃだ。うわー、先行欲しかったな、これ先行欲しい人生でした、非常に。さあ、ハオケぶん回りおじさん来るか、これやばいぞ。ダークブルーム、ちょっと待ってくれ、いやーちょっと妨害すごいな、多分これ先行番長や。これで今日なんか一番初動ネイクさんに調子乗りすぎなんだよな、マジで。覇王門の魔術師、うわ、なんもロイヤル加工かっこいい。まあ、いつも通りの展開といったところか。あ、ペンデュラムエボリューション来た、やばい、ペンデュラム障害これ2回されるぞ、マジペンエボ2回はマジでやべえって、普通に。あ、レッドアイズフレアメタルドラゴンさんお疲れ様です、お疲れ様です、やばい、ちょっと待って、使用量調子おじさん来た。あ、レッドアイズブラックドラゴン、いつの間に落としてたんだ、レッドアイズブラックドラゴン、レッドアイズブラックドラゴン来ちゃった、やばい。レッドアイズブラックドラゴン、これどういうこと、わからない、なんだこれ、使用量徴収できた、アストログラフマチャン、やばすぎる、やばいことが起きてはいるぜ。なんだ、うわ、やべえ、使用量1000円だった、使用量カード使用量500円だったのに1000円に爆上がりしたぞ、やばい、使用量が高すぎる使用量が高すぎる件について、うわ、やべえ、ペンデュラムエボリューション来る、これエボリューションオブペンデュラム、やばすぎる、やばい、なんかレベル7、2体目並んでる、もしかしてこれ3体目来る、3体目もしかして来る、やばいこと起きる、もしかしてこれ、あー、やばい、カード使用料1500円高すぎ、
ハード使用量1500円高すぎるだろ。ふざけるな。なに？レッドアイズビジョン。え、これ歯を混ぜて死ぬ気かと思ったら全然違った。なんか急にレッドアイズめっちゃ並んでる。なに？流星竜メテオブラックドラゴン来た。まずすぎる。コックエンダー言うてくるぞ俺。見て。で、何覇王剣でいうスタープロムの効果なに。あ、黒煙だじゃんこれ。よっ、頭いい。それそのなんか効果コピー頭いいな。なるほど。はっはー、残りライフ3500で俺カード使用することに1500円払うってことやな。つまり俺は今現状カードを2枚使って時点で3000持ってかれっから、カード3枚使った時点で俺負けってことか。なるほど。無理じゃない。無理じゃないか。それは待ってくれ。待って、特殊召喚はこれはいいわ。特殊召喚はいいわ。特殊召喚の効果使って3000払わなきゃいけない。500になる残り。無理では。どうしたの。でこれでまた1500円払わなきゃいけないでしょ。残りライフ500しかないか。どうすんのこれ。え、アルティメット自殺デッキってことこれ。俺え、こっちつく。無理だが。カード3枚で返せるわけねえだろ。